張飛、芝居、本多忠勝、いずれも名将と呼ばれる彼らは己の子にさらなる高みへ上ることを求めていた。そのために何をするか、芝居の発案により今子女たちは躍進の機を得ようとしていた。今より親子対抗の模擬戦を行う。こちらは一切手を抜かぬから、そのつもりでかかってこい。だってよ。とてつもなくめんどくせえ。この大変な時期に父上たちも何考えてんだか。きっと芝居様には深い考えがおありなのでしょう。父上たちとの真剣勝負、今は楽しみです。発案者は芝居殿、張飛殿、忠勝殿。俺は場違いな気がします。帰ってもいいですね。そりゃダメだって。お前は子供側の大将に指名されてるんだから、きっと俺らの戦いを見守れってことだろ。わかりましたよ。なぜ俺があなた方の親子対決を見物しなければならないのか。親と模擬戦をすることになると、俺たちがたるんでいるとでも思っているのか。だが、やるからには最善を尽くすのみ。拙者が全軍、本陣に迫った敵を蹴散らすぞ。平八、これにあり。子供たち一人でも敗走したら負けだってよ。めんどくせえ決まりだな。相手となる。俺は徳川を代表する一番。なぜそんな俺総大将に据えるの。仕方ねえだろ、向こうのご指名なんだから。ま、直政ならきっと大丈夫だって。この程度で満足ってことはないですよね。敵の総大将はどなたなのでしょう。さあ、あの忠勝を従えてるくらいだ。きっと雲つくような大男だな。面倒くせ。来ませい、相手となる。やったぜ、これで一歩前進だな。翔よ、ここまで来るがいい。お前がボングでないことを父に示してみよう。ご機嫌そうで何よりです、父上。これ俺が行かなきゃなんだよな。これが古今別荘の儀なのですね、父上。おい、張飛、ビビってんのか。飛んでねえで、とっとと出てきやがれ。おかげじゃ、
よし、親父の目の前で大活躍してやる。イナ、出陣します。たとえ敬服する親が敵であっても加減はしません。相手は父上だ。手を抜いたらバレるな。めんどくせえけど頑張るしかないか。将は実力を出し惜しむ悪癖がある。この戦で本気を出させたいもの。まあそりゃ罠の一つや二つはあるよな。この父上だもん。こいつらを無視するわけにはいかねえか。めんどくせえ。親父はあのもんだな。よし、俺の活躍見てろよ。俺は縁起と張飛を超えてみせる。それが本当の親孝行ってもんだろ。長同盟、いい顔してる。あいつと戦うのが楽しみだぜ。これはいい機会です。父上に稲の成長した姿をお見せしなければ。来るか稲、この忠勝をたぎらせてみせよ。私はやる気が出てきたか。そういうわけじゃありませんけど、ま、お褒めに預かり光栄です。ならば勝負、本気で私を倒してみよう。お手柔らかにお願いします。これが古今別荘の儀なのですね、父上。あれ、父上、もしかして手加減しました？生意気なことを言いよって。だがまあいい、お前の力よく分かったぞ。長方のやつ、なかなかやるじゃねえか。ここまで成長してやがったとはな。皆名だたる将と戦い誉れを挙げている。だ、総大将たる俺は本陣にいなければならない。歯がゆい。そして責任が重くのしかかる。家康様はいつこのような重圧を。
我が自由で葬ってくれるわ。面白い勝負。次は俺様が相手だ。やっと出てきたか。手加減はしねえからな親父。シャクシー、まだまだおめえには負けるかよ。その調子その調子。こんな集大を晒すとは。肩を並べて戦えるんだぜ。その戦いぶり見習いたいです。精進せよ。父上、ありがとうございます。ナオトラ様、まさか敵の総大将というのは。すみませんすみません、私なんかが総大将なんておこがましいですよね。でもどうしてもって頼まれて。いいケカ君、お役目は全力で果たすべし。母上が総大将、あの力を使う気か。全員で挑まれば勝てるはずがない。やり合うことになるなんて厳しいが、諦めるわけにもいかねえ。さすがナオトラ様、一瞬たりとも気が抜けません。どんな難敵でもイナは猪突するのみです。子供たちはみんなたくましく育ってます。やった、俺たちの勝ちだ。終わったと思ったらどっと疲れが。みんななかなかやるではないか。ホラの成長まことに執着、次は実戦にてその実力を測ら。実戦？何言ってんだ、もうこれで終わりだろう。奴らは仲間割れを起こし疲弊しているぞ。
ども壊し尽くしてやれ。ち、そういうことかよ。こうなったら全員で迎え撃つしかねえな。北の敵は我らが葬る。行くぞ将、気を抜くなよ。わかりましたよ父上。めんどくさいことになったな。南の敵は私たちが射抜きます。父上参りましょう。よかろう、いな、あなたのよ。じゃあ俺たちは東の敵か。一番遠いとこじゃねえか。まあいいじゃねえか親父、俺たちの武勇見せつけてやろうぜ。母上、思ったのですが、やはりいい家には先人が似合いますね。直政がそう言うなら、私たちは敵の本陣を突きましょう。これが古今無双の図なのですね父上。お前に背中を預けて戦う日が来るとはな。そう、今後のためにも私の戦い方をよく見ておけ。父上、張り切りすぎて腰を痛めないでくださいよ。こいつら俺だけじゃどうにもなりませんから。何を言っているしょう。今のお前ならば私がいつ倒れても問題あるまい。その調子、その調子。こんなところで負けちまうとは。母上、敵の本陣はあちらです。どうしました、何かついていますか。なんでもないです。そのいつの間にか背中が大きくなったな。いつも俺の前には母上の背中がありました。きっとその背を越えようと精進したからでしょう。存分に痛めてやる。戦つとも天下無双、分かってますよ。すぐ追いつきますか。これぞ父上、これほどの敵勝てるのでしょうか。呪文、いな、ただ目の前の敵を撃て。はい父上。やはりいなは父上のそばで戦うのが一番です。感動しちゃいました。いろいろ任せちゃってすみません。しかし息子にのされる日が来るとはな。ったく手加減しといて何言ってんだよ。今の戦いっぷりが本気の演技と張飛なんだろ。けど親父の本気いつかは受け止めてみせるぜ。楽しみに待っててくれよな。この程度で満足ってことはないですよね。
いぶり見習いたいです。シャワラ、仲間割れをしてたんじゃ。ま、白神の模擬戦だったからな。勘違いしても仕方がないか。誰一人失わず完勝だったな。ただ親を超えられたかは微妙だな。ま、それならそれでいいんじゃないか。焦らずのんびり成長していこうぜ。いかがかな、ナオトラ殿。私が計画した親子の模擬戦の感想は、肌で息子の成長を感じられたのではないか。はい、すっごく感じました。ナオマサのかっこいいところも見られましたし、それに、それに母上、あまりウキウキしないでいただけますか。恥ずかしいです。いいじゃねえか、ナオマサ。俺たちみんな、親父たちやヨウマ相手に一歩も引かなかったんだぜ。そうです、腕輪の力を使うナオトラ様とも戦えた。この戦は私たちにとって貴重な経験になりました。おめえらの成長が見られて嬉しいぜ。親としてこんなに誇らしいことはねえ。忠勝、こいつは一杯やる流れじゃねえか。張飛殿のお誘いとあらば、子らの成長を祝して一献傾けよう。じゃあ俺もって冗談ですよ父上、そんな怖い顔しないでくださいって。上々なり。これは主、うん、これでよかろう。Oh, my God.